昭和歌謡というゲームが、トップバッターはマーシーさんです。これ音大丈夫ですか？ですね、今日は昭和歌謡というのね、何歌おうかと。まず私の、まあ、ふっと浮かんだのは小坂明子さんのあなた。この曲はね、73年の12月の曲なんだそうです。それで今見たらね、あの当時、16歳だった彼女が、学校の授業の時にね、20分かけて、わずか20分で作った曲なんですよ。それ大ブレイクしちゃって、私より3つ上の方らしいんですけども、で僕はね、そのやっぱりあのこの後結婚されてお子さんもできて、あのだからね、あ、結婚されたんですか？そうですよ、だからこのなんですかね、16歳の、あの本当かどうかわかんないですけど、シチュエーションは先輩を持ってっていう曲らしいですね。だこれ16歳でしょ、で何歳かわかんないですけど、結婚した時に第2バージョン作ってほしかった。あなた、あなた、ちょっとシニカルな、あなた、あなた、絶対そうじゃない、やっぱり。もしも私が家を建てたなら、小さな家を建てたでしょう。大きな窓と小さなドアと、部屋には昭和歌謡トップバッターはマーシーさんです。MC 上げ、MC 上げ、僕の前にもうネタバレてるけど、ちょっとね、イントロはちょっとなしに、いきなり入ります。もしも私が
前が何セブン、はい、フラットファイブ、これはね、はい、ちょっとあんまり馴染みがないって言い訳してますけど次は次はですね、ちょっと待って、あ、今ほら、ちょうどかぼちゃのなんですか、オレンジ色の、あ、ハロウィン、ハロウィン、はいはい、これにね、ちなんだあのオレンジのアメ、全然違うじゃないかよ、しのんだ何やねんそれ、本当オレンジのアメ、どっちだろう、あー、オレンジ、ちょっと待って、どうだっけな、こんな感じで、この人は、1951年生まれ、ね、だから、多分72、になるんですけどね、あの学芸大学、豊後線の学芸大学のね、オーディオショップに出入りしてまして、すごくね、酒が強い、明け方まで平気で飲んでるって、そんで声量がすごい、あの当時ね、この人ね、多分17歳でこの曲歌ったんじゃないかと思うけど、あのまあ多分68年って私小学校の3年生とかそうなんだと思うんですけどね、ものすごく大人に見ましたよね、やっぱりね、この何ですか、あの黒いね、あの帽子ね、そうそうそう、ハッとしましたよね、あちょっと反応が遅い、反応が遅い、あでも全然I'm not afraid to die.
やってましたよ。もう一曲ぐらいいけるんじゃないですか。もう一曲、うん、じゃあね、ちょっとね、はい、練習でね、あのね、林ひろ子さんとね、微笑みっていう曲なんですけど、この人ね、私と同学年らしいんですけど、ちょっとね、あ、知ってるんですよ、この人は。でもこの曲とか知らなくて、あのね、年明けなんかね、大田区の方でお店やってるらしいんですけど、そこで私が弾いて歌うっていう、なんかね、セッティングされちゃって、彼女に乗せる。必死にやらないといけないの。じゃあここで、そうそう、そもそもね、林ひろ子さんってね、カントさんか、よく林ひろ子って可愛い人さ、黒さんね、あ、そうそうそう、詳しいな、俺知らないんだけど、全然もうテレビ見てましたよ。黒崎の息子でしょ。息子のお嫁さんなんだ。そうそう、なんかね、離婚しちゃったけどね。そう、詳しいな、置いてかれてるのはまずいね。ちょっと待ってね、どうだっけ。初めての出来事、違った。これね、原曲はね、これあのノーカップなんですけど、僕歌うときちょっと低かったですけどね。微笑み。肺がんで亡くなっちゃった。でちょうどその45歳の時から1歳のもうね、芸能界の身を引いたらしいんですよ。けどね、いまだに年間1500万は年収が入ってくる。印税ですか。印税年間1500万。1500万、皆さんいい曲書きましょう。本当ですね。ねえ、はい、もうさっき何書いたんですか、火災とか。いやいや、だからね、歌手印税は
そうだから本当は自分で書かないと入ってこないんですよ、うん、レコードとか売れない限り、うんうん、だからそれでもなんだろうね、その1500万入ってるって、ね、うん、すごいですよ。あのね、水割りをくださいって言われて、あまり遠心が言えないまだに年間100万入ってたって、うん、すごいですよ皆さん。ビールが書きましょう、書きましょうですね。もうね、歌ってる場合じゃないですよ。歌ってる場合じゃない。うまくいかないんですけどね。これはね、そうそうそう、カッコいいですね。キーなんですか？B マイナー。B マイナー。この曲はね、あの、あ、調べますよ。腰振る待ち方。そうなんです。
岐阜県の出身だったかな、はい、私の一人で、私ね、すごく好きでね、彼女ね、昔知ってます、ゴロっていうね、うん、雑誌ね、雑誌ね、篠山紀信が撮った、等身大ポスター、ね、折り込み、部屋に貼って、お世話になりました。今日はね、ちょっとお子さん、大変だったね。でも今でも綺麗ですよね。そうそう、今でも綺麗ですよね。はい、チューシー。I'm not sure.
ました。